ミシュランガイドウェファチャンピオンズリーグ編。ボンジェアサッカーキングチャンネルのミシです。今回は1819シーズンのウェファチャンピオンズリーグ主要クラブからペースフェイを紹介します。まずはクラブの概要です。ペースフェイのホームタウンはオランダのアイントホーフェンです。クラブは1913年に創設されました。ホームスタジアムは同年に創設されたフィリップススタディオンです。こちらのフィリップスというのは、日本でもかなり知られている企業です。電動歯ブラシとかシェーバーとか、イヤホンとかでも知られている企業かというふうに思います。こちらフィリップスなんですけども、ペースフェイの親会社でして、1982年から30年以上にわたってフィリップスはペースフェイの胸スポンサーを務めてきました。ペースフェイ出身のレジェンド選手はたくさんいるんですけども、その中で言いますと、オランダ代表としても活躍した選手がかなりいまして、例えばルートフリット、ファンニステルロイ、アリエン・ロッペンなどです。そしてオランダ人選手ではないんですけども、フェノメノと呼ばれたロナウドも在籍していまして、このペースフェイで活躍してバルセロナへと引き抜かれました。ペースフェイは8788シーズンに、チャンピオンズリーグの前身にあたるチャンピオンズカップで優勝しました。そして国内ではリーグ優勝24回、国内カップでは9回優勝しています。次に1819シーズンのスカットを紹介します。基本布陣は4231となっています。ペースフェイ昨シーズンのオランダチャンピオンですが、今年一番大きな出来事と言いますと、やはり監督交代かと思います。それまでは現役時代もペースフェイに在籍していたフィリップ・コクー監督が務めていました。オランダ代表としても100キャップ以上数える名選手です。2013年の5月に監督に就任しまして、1415シーズンと1516シーズンはエールディビジ連覇を果たしています。そして昨シーズンは2シーズンぶりの優勝を果たしました。26勝5分け3敗と非常に強かったですね。そして今シーズンからはフェネルバッシェの監督となりました。その後任に抜擢されたのが、これは現役時代のイメージもまだ強いんですが、ファン・ボメルです。現役時代はこのPSVはもちろんなんですけども、バルセロナ、バイエル、ミランなどで活躍しまして、非常に中盤の要のポジションを務めていた選手でした。ファン・ボメルなんですけども、現役引退後は指導者の道を志しまして、義理の父にあたるファン・マルバイク監督の下で従事しまして、サウジアラビア、そして2018年のワールドカップでは、オーストラリア代表の助監督を務めました。そして今シーズンから監督主として独り立ちするシーズンとなります。ファン・ボメルと言いますと、やはり現役時代からリーダーシップに長けた人物という印象がかなりありますので、彼がどういった監督になっていくのか非常に楽しみです。ペースフェイのキープレイヤーはロサノです。昨シーズンは29試合に勝しまして、チームトップの17得点を叩き出しました。ロサノの特徴と言いますと、やはりスピードを生かしたプレー、ウィンガーという印象があります。そう考えると17得点というのは驚異的な数字かと思います。このロサノが世界的に知られる選手となったのが今年のワールドカップです。ロサノはメキシコ代表として第一戦のドイツ戦に勝しまして、この際は王者のドイツを相手に持ち味のスピードで相手のディフェンダーを本当切り裂いて決勝点を決めました。そこから一躍有名な選手となりまして、この夏にはバルセロナ、そしてマンチェスターユナイテッドなどが獲得に関心を示していました。しかしながら、引き続き今シーズンもペースフェイでプレーすることになりました。基本布陣は 4-2-3-1 となっていまして、昨シーズンは主に左のサイドを務めることが多かったのですが、右もできるということで、今シーズンは右も務める機会が多くなっています。まとめ。コクー監督が退任。新指揮官はレジェンドファン・ボメル。スピードスターロサノ。以上をもとにミシュランガイドの評価を発表します。ペースフェイは星3つです。今シーズンから監督がファン・ボメルになりましたが、基本的なメンバーはあまり変わっていません。先ほど紹介したロサノなんかも残留しましたし、息のいい若手選手が多く揃っているのが現在のペースフェイの一つの特徴です。ペースフェイはグループ B に入りまして、バルセロナ、トッテナム、インテルと同組となりました。やはりこのグループの構図的にはバルサは頭一つ抜けているかなというふうに思います。バルセロナの突破は固いかなと思うので、残る3クラブでどこが決勝トーナメントに進むのか、非常に面白い組かなというふうに思います。最後までもつれそうな組となっています。ペースフェイは最終戦第6戦はアウェーでインテルと対戦します。1819シーズンからウェファチャンピオンズリーグの試合はダゾンで独占中継、ライブ中継のほかハイライトや見逃し配信もあります。ぜひダゾンで世界最高峰の戦いを追いかけましょう。ミシュランガイドウェファチャンピオンズリーグ編、今回はペースフェイを紹介しましたが、皆様いかがだったでしょうか。今回紹介したペースフェイ以外にもチャンピオンズリーグの主要クラブを私ミッシーが格付けしている動画ありますので、ぜひ概要欄から再生リストなどでご覧いただければと思います。そしてチャンネル登録、高評価、そしてコメントもお待ちしております。これであなたもペースフェイ2。以上、サッカーキングチャンネルのミッシーでした。チャオ。そんなにすごいのか、チャンピオンズリーグは。まさに世界最高峰。じゃない。どんな。チャンピオンズリーグもダゾン。
しかもお値段そのまま。つまりワンパッケージ、おいしい商売の邪魔をするな。おいしい、あ、いや、恥じましれ。じゃーん、ぎょーん、ズリー。ついにチャンピオンズリーグも時代を変えろ。ダゾーン。